はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとガチャガチャをやってきました。はい、やってきたのはこちら。はい、ドラゴンボール挑戦士カプセルフィギュア01ということでね、はい、こちらをやってきました。全4種ですね。はい、で1回300円。はい、でラインナップはこちらです。スーパーサイヤ人ごとスーパーサイヤ人海王拳の孫悟空で、ゴールデンフリーザでスーパーサイヤ人4のゴージータでスーパーサイヤ人孫悟空フィギュアオリジナルカラーということでね、この4種、これはね、挑戦士シールウェハース、うん、あのね、シールデザインのやつをフィギュアに、立体化したものですね。はい、で、これがね、本当だったらこれしかないんですけど、フィギュア用にスーパーサイヤ人にしたっていうフィギュア限定のカラーですね。はい、このシールウェハース自分もね、今のところ全段コンプリートしてるんですが、これもぜひねコンプリートしたいと思ってやってきました。はい、果たして、コンプリートできたのかっていうのをね、ちょっとお知らせしたいなと思って、今回は、動画撮りました。はい、ではね早速ですが、まあ順番通りじゃないけど、まあ順不動で、まあ、出していきたいと思います。果たしてね、どんぐらいでコンプできたのかっていうね、何回かっていうのを皆さんと一緒に数えていきましょう。はい、では、まず最初どうしようかな。ゴジータからいこうか。はい、これゴジータ、はい、これがゴジータです。これが1個。はい、2個で、3個、4個、いや落ちた。はい、5個。はい、以上です。なんとね5個も出てしまいました。もう早速もうね5個も出ちゃったよ。ゴジータ5個も出ちゃった。はい、で続いて、はい、今度はね一回り小さいんですけどフリーザです。ゴールデンフリーザ、もうねカプセルの大きさが全然違うんですよ。うん、で赤色なんですよね、ゴールデンフリーザが、1、2、3、4。以上、4個。いや待ってくれ、こんなダブルもんなのっていう話ですよ。いや参ったね。一応ねなんか前情報だとアソート的にこの海王拳の悟空とフィギュアオリジナルカラーがレアアソートらしいんですよ。なんか数少ないらしいんですよね。だからこの2つは出やすいらしいんですよ。まあ案の定この数ですよ。いやー参った。はい、で次スーパーサイヤ人の悟空、はい、スーパーサイヤ人の悟空が1、2、3、4。はい、4個です。ということはね、皆さんもご存知かと思いますが、これだけまだ出てませんね。はい、こんだけやってこれが1個も出てないんですよ。いやマジかと思ってね、うん、結局フリマで買いました。すいません、ちょっと出る気がしなかったんでね。もうあとねちょっとねもうこの段階でもう3900円使ってますからね、もう無理です、心折れました。はい、ということでね、もうフリマで買いました。もうその方が安いと思ってね、もう
そこが見えないです。怖いっすね、もうね、ガチャガチャはね、うん、はい。ということでね、もうちょっとこの海王家の悟空を除いたこの3種だけちょっと開封してね、詳細を見ていきたいと思います。はい、組み終わりました。ではね、見ていきましょう。今度はね、順番を逆転してスーパーサイヤ人から見ていきましょう。こちら、はい、まあ何はなくともデフォルメされた感じのフィギュアですね。はい、台座が外れやすいです。めっちゃ台座が外れやすい。まあほんとね、シールウェハースを立体化したやつなんで、まあ角度限定なんですよね、もうほぼ、うん、こういうような角度限定のフィギュアだから、こうね、立体化しちゃうとね、いろいろとなんかこう不自然さが出ちゃうのはもうそれはしょうがないよね、うん。まあでもこれはこれでね、こういうフィギュアなんだということで、はい、考えるとすごい よくできてると自分は思いますね、うん。はい、これがスーパーサイヤ人悟空、はい、これがね本当と外れやすいね、台座がね、うん。で、続いてがゴールデンフリーザ、はい、こちら、はい、ゴールデンフリーザもね、これ角度変だ、あ、また落ちた。これも台座外れやすいんだよな。ゴールデンフリーザもね、角度がこんな感じだからね、うん、それを立体化するとやっぱね、こうなんかちょっと違和感はあるかもしんない。まあそれもね、立体化するにあたっての、まあ、まあデメリットでもないけどね、まあそういうように感じちゃうのはしょうがないよね、うん。でやっぱね、台座がね、これなんかこう穴に差し込むタイプじゃないんで、もうなんか引っ掛けるような感じなんで、すぐ外れちゃうんですよね、うん。そこはちょっとね、もうちょっと固定できるようにしておいてくれたらなっていうね、ちょっとそこの不親切さがちょっと感じられちゃうかな、うん。まあ、出来は本当でもね、すごいですよ、うん。本当絵に忠実に再現されてるっていう感じ。で、最後に、ゴジータ、はい、これはねかっこいいね、うん、これはよくできてる。まあカプセルも大きいだけあってね、うん、まあやっぱこう手広げたりちょっとね、ボリューム感があるんで、まあカプセルが大きめに作られていたんでしょう。いや本当これはねよくできてる、小さいのに、うん、絵に忠実に再現されてるしね。でこれもね、台座はただ尻尾にかませているっていうだけなんでね、これもやっぱちょっと外れやすい感じはありますね、うん。まあでもこのクオリティでね、うん、まあ、300円だし妥当じゃないかなって思いますね。いやこれはいい。まあただね、やっぱブルーが出なかったっつうのはちょっとほんとちょっと悔しいね、自分的には。いやーまあ一応ちょっとまあフレまで買いましたけどね、うん、まあドドッグまであれですけど、うん、まあこういう感じですね。だからまあやっぱガチャはどうなんだろうな、うん、現地で回した方がね、まあそういう楽しみはあるんでしょうけれども、コンプリート買った方が安上がりになっちゃうんだよね、うん。そういうところがどうなのかなっては思うけども、まあとりあえずね、今回自分はこのような結果となってしまいました。合計で3900円もかかっちゃいました。しかもコンプできずっていうね、最悪のシナリオになっちゃいました。皆さんはね、やられましたでしょうか。まあ一応ね、これは01って書いてあるんで、まあおそらく続くんではないかと思われます。はい。まあ、自分はね、集めていくつもりではいます。はい。ということでね、今回は、このような感じで終わりとさせていただきたいと思います。まあ、一応回転台座、
載せるかな、載せてみようか、うん、じゃあそれで終わりにしたいと思います、ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。